シンジさんのお母さんじゃん。マイシンジな、あと。お前、マサって。お前、牧場な、お前。牧場来たよ。ボンジョルノみたいになってるな、お前。なってないよ。なってない。大丈夫。じゃあ、やろっか。2回、あと、リンちゃん、あと1回。音出たよーい。よーい。よーい。はい。よーい。はい。で、リンタル1回アウトなんね。うん。普通にアウト。OK。これは気楽だね、ちょっとね。余裕、で、1回笑っていいんじゃん。笑うかもしれないし。で、笑ってみよう。じゃあ、せーの、せーで。攻めるね、あと1回笑ったらアウトなのに。すごい。あと2回だよ、俺。ん？は？え、3回？じゃあ、俺ら3回でいい、あと。長いぜ。うん。りんちゃん2回で俺ら3回にする？ 1 回でいいや。そうだね、最初からそれで来いよ。うん。な？分かったならいいけど。え？ノアさ、てかさ、何も食ってない？食ってない。ん？ノア、明日のさ、放送後とかどういう写真載せるとか決まってないの？6話の放送後。え？ノア、笑ってるの今。ほんと。お前、ブッフォンムーブで笑ってるやん。ノア1。それなんで俺にお前はさ。あぶねえ、マジであぶねえ。え、今ブッフォンムーブ。ほんとにさ。え、ワンアウト寝ちゃう。ノア1な。あぶねえ。気づいたわ。やべやべ。危ねえ、危ねえ。あ、そうだそう、割れちゃダメなんだ。オッケーオッケー。はい。じゃあ今日再開しますよ。まあ、あれね、はい、あの、一回こう外すのなしね。こう、面白くなった時にお前。はいはい、そんな格好つけてた？そんなは、格好つけてないと思うけど。普通にこうじゃなかった。うん、じゃあ、こんな。撮影やん、お前。その格好つけすぎだろ、お前。ここだよ。気をつけな。やめろ。圧かけんな。前が言えないぞ。あと1だぞ。お互いな。Take care.、うん、Take care じゃなくて。あ、迎えろか、じゃあ。じゃあ、再開します。よーい。はい。スタート。え、スタート。え、つなくんじゃなくて、りんちゃんって減量中？もうすぐ試合？ガンダム級。お前、バンダム級や、言うなら。ガンダムになってるやん、お前。だ、うん、うん。ふめろ、お前、お父さんにもぶたれたことないのに。お父さんにもって何？ポジョルさんやないか、お前。スペインのバルセロナの伝説のディフェンダー。コケ見てる？あ、見てるよ。斜め前、アサチの方向だね。だそうです。やっほ。ねえ、それさ、ずるい。それ笑っててもわかんないじゃん。それ、笑わねえけど。こんなんで。トロンエフェクトラフランス。え、涙目になってない？つなぐの。うん。耐えすぎた。トロンエフェクトラフランスにして。ラフランスにして。あんまりデザートやないか。え、どういうツッコミを望んでた？ね、難しい。用なしってこと。むず。かっこいいね。ふみややんな、お前。早すぎたわ、今。だが、お前、早すぎたもん、そうだよ。マジで、エフェクトがガチで怖いな。エフェクト。エフェクトちょっと危ないね。いや、ちょっとエフェクトはマジで、
ずるかもしれない。ダメだよ。うん。ちょ、お前、プジョルさんとコウキのエフェクトが俺もう死ぬかと思った。おも確かに、これ、違う人に使うっていう戦法はマジで新しかったな。いや、あり、全然、まだやっていいよ。リンちゃん、だからエフェクトなしだって、リンちゃん。ん？リンちゃんはエフェクトなしでもいける。お前、誰がエフェクトしとる顔だよ、お前。あ、してない。エフェクトストリーニョ。お前、ロナウジーニョ。ロナウジーニョ。耳かけるなって。誰がお前耳かか。かかやないか。ブラジルの代表やないか。ブラジルの主砲。それが川島英二よ。そのまんまやないか、お前。川島の英二さんやないか、お前。それ。日本を今も守る鉄壁のキーパー、川島英二さんやないか。いや、寿司に行くな、お前。いいんだ。握る寿司出す。イシルカシジャス。お前。スペイン代表ゴールキーパーイシルカジジャスやないか、お前。5回ぐらい練習したやつ。ね。いいね。流行ってきてるよね、でもね。俺らの間だけだよ、流行ってる。でも、リンちゃん、そこ、どこそれ？これ？うん。これ自宅。どこ？キッチン？これ？これはね、うん、キッチンだね、これはね。なんか、普段、料理とか、すんの。あ、結構するぜ。あ、これ、これとかつけるんだけど。見て、このレブロン。お前、レブロンだよな。レブロンつたん来ちゃってるから、バスケの。お前、それレブロン・ジェームスやないか、お前、それお前。いや、でも、そんなね、そんな冗談は置いといて。お前、マイキュー冗談。やめろ、冗談ポーズするな。え、でもやっぱ、どういうの作るの？得意料理とか。得意料理はカリーだね。ステフィン・カリーやないかい。バスケ好きなんだね。バスケ結構好き。だから俺、こうやってやってシュート決めようと思うぜ。八村選手のように。これも、10回ぐらいありました。うん、あ、0.22万人減りました。結構減ったな。結構減ったな。まあだからそういう時もあるよな。ブルボーさんやないか、お前。だからさ、そうさ、よくないぞ、お前、それ。え、今のはいいの？今のは大丈夫だよ、なんか。ブッフォンさんやないかいって、お前、ブフォってたやないか、お前。ブフォってたよ、ブッフォンさんの時。やめろ、それ、違うわ。誰かから来てるかな？あ、いや、なかったことにすんな、自分の。あ、でも 0.1 万人増えたぜ。ありがとうございます。ああ、よかった。なんかいつもとか、え、なんかこのエフェクト、え、変わってないのか、先生。あ。それずるいでしょ、普通に。テイスト違うやん、一人。誰がお前クッキングパパや、お前。すごい。ギニュー特選隊みたい。え？これ、でもさ、俺今一個気づいちゃったんだけどさ、うん、コメントオフにしてるじゃん。こう、反応がわかんないじゃん、みんなの。はい。で、まあ、で、数は 2.2 万人の方が見てくれててさ。
一体何してるんだろうな。確かにな。できちゃって。一回コメントオンにしようじゃ。おい、リップクリーム塗るな、今。これ結局ね、でもね、一個痛いこと。おい、なんで俺エフェクト使わないんだ。なんで元からエフェクトついてるってことや、おい。俺。なんでお前が作るのに。なんで作るのに。反応してるのに。僕やってみて、僕やってみて、シュート。もう、リンちゃん？ま、ノア。なんで反応すりゃいいんだよ。おかしいだろ。マジでおかしいだろう。え、マジでおかしいよ。え、嘘、反応してるよ。ちょ、え？あ、してるだろう。笑ってるよね。いいんだろ、お前、笑ってるんだよ。いや、でも笑ってるよね、さっき。笑ってんだよ、ずっと。え、だから、ブッフォンでアウトだからなかったで、まず、そもそもね。エプロンで拭くな。いや、そうなのよ。え、ちょっと待って。一回整理していい？うん。うん。え？ブッフォンさんの中で、ブッフォンやないか、わすよね。いや、あれ、違う、英語って、破裂音っていうのがあってさ、って、こう。いや、学出しても無理、これに関しては。ブッフォンやないかいっていう。学出しても無理。ブッフォンさんやないかいが出ちゃったんだよね。だから無理。無理。だから無理サファリパークお流行ってたけど、それ。え、だから、りんちゃんが抜けるしかないね。うん。うん。え、それはこのライブの終わりを意味するけど大丈夫そう？いや、その後、リンちゃんが欲しくなるから。そういうことやな。うん。じゃあなんか、寂しくない？なんか。どうすればいいんだ？じゃあ、どうすんの？俺が抜けて、りんちゃん家に行って、変わればいいのか？なんでだよ。難しいな。お前、ティンプルになんでだよ。お前、誰がティンプルなんや、お前。やめろ。あ、ちょっとするの。直角で曲がるな。お前、直角王子や。うん。あ。ん？あ？ごめん。うん。何今の？何よ。シンプルな。シンプル、インスタライブ中に、シンプルに。シンプルに変な。じゃあ、ゲップじゃないよ。しゃっくり。あ、しゃっくりっていうタイプ？じゃあ、連発。じゃあ、なんていうの？しゃっくり。次のしゃっくりは？来週のサザエさんは？みたいに言うよ。いやいやいや、しゃっくりな、連続して出る。来週のサザエさんは、船です。うん、船です。船を買う。船に乗る。船を沈めるの3本です。ギャッケン、ブイ、キツネだよ。波です。船です。ね、なんで同時にやんの？二人とも良すぎて、ノアがめっちゃ笑ってた、普通に。で、ノア、次のしゃっくりはいつ出んの？しゃっくりって一回で止まんないよね。ほんとだ。お前、追い詰めんな。おいよ、詰めるな。まあ、可愛いからいっか。多分、それで言うと、本当にあれなんだろう。詰まったんだろう、何かが。うん。うってしたんだよね。は？今のは絶対に歯じゃない。んでよかったんだ。間違いすぎだろ、お前、会話。歩みを間違いすぎてるわ。歩みよ、お前、ちゃんと。え、どうしたの？終わりってことでいいかも。はい。終わりってことでいい？終わりにする？一時ですもんね。そうだね。そうね。俺、1時間以上ここ立っててさ、今。うん。
ここ立て？うん。そう、今、1時間以上、ガチでここにしか立ってないのよ、俺は。え、何と何でここ立てしてんの？え？絶対に座らない八村ってこと？対？対に。絶対に立たせる。絶対に座らない八村対、絶対に立ちたい八村がいます。ここに。はい。どうも。終わり？見切り発車って良くないみたいです。そうだね、それに関しては。現場レポート。すごい丁寧に反省点。ここに置いといてもいいですか？頑張って、はい、一旦そこに、うん。はい。また次のインスタライブとかでね。はい。うん、ありがとうございます。待って、コウキもリュウビも見てるわ。どこ行ったの？コウキもリュウビも見てるよ。いや、激アツじゃん。マーシーを見て、マーシー。ん？え？リュウビ見てんの？リンちゃん何してんの？あれがお前マイケル・ジャクソンのあの角度中の。見えねえよ、全チンじゃないと。全チン。全チン。あれがお前、アルゼンのこと全チンっていうタイプの人間や、お前。あれがリオネル・メッシや。言ってねえだろう。言ってなさすぎるだろ、お前。言ってけど。ね、え、どうするみんな終わるメンバーチェンジする？いや、メンチェン、メンチェン。メンチェン。コウキとかがいいだろ。時間もさ、遅いからさ。そうだね。コメントが動いてないんだよね。だから、あの、6話の宣伝したかったじゃん、もともと今日。ああ、そう、そういうことか。な？だから、二手に分かれて5分だけあの宣伝タイムしようや、じゃあ。いいよ。二手に分かれる？どういうこと？どういうこと？どうやって分かれるの？いや、リュウビとコウキいるじゃん。だから、どうやって分かれる？それ同時に行うの？え？ってこと？結構、なんか、分散されちゃうくね。確かに。昔の書かれてみて、なんか、よく分かんないかな、ちょっと。ごめん。はい、ごめん。全チン。よく分かんないかも。よくわかんない。ジャルジャルさんのネタみたいになってない。リュウビから電話来た。え？リュウビから電話来た。インスタライブ終わった後の顔して。どうするどうする？まずだからで、コラボできんのかじゃない？だから。リュウビのこの電話。もしもね。わかんない。一回出てみていいよ。いや、出れない、出れない。多分あれだ、多分ね。キューピッドで言ってるぜ。え？僕は生4人を見れたんで満足だ。お腹いっぱいです。テレビから？あ、キューピッドです。誰？あ、コウキね。コウキの ID。誰ってお前。そのさ、誰でもさ、誰って言うのは良くないんじゃない？良くないね。誰だとしても。メンバーの ID ぐらい覚えとくのがやっぱ。ね、俺も読めなかったけど、最初は。そう。俺もだけど。後期でよかったわ。だとしたら。だとしたら。だとしても。だとしても。当たんな。当たりすぎだろ、お前。当たって砕けろ。砕けんな。砕けても、まあまあ、咲き誇ればいいんじゃないの。立ち上がれ。ブルームやん。でも。立ち上がりようやん、お前。つながりよね。立ち向かいやないかい。お前誰が無限ズハンド？無限ズハンドや。まあまあ。頭かくや。で、え、どうすんの？飛行機もできないってことじゃ。で、うん、そうだね。お腹いっぱいらしいぞ。まあ、だから、俺たち4人で最後、まあ、ちょっと、こう、宣伝して。うん。入れましょうか。6話の。6話はどうですか？じゃあ、でもあれじゃない？お二人。エイジ・ユキヤ会。はい。そうですね。まあまあ、会って言うとまあおこがましいけどな。まあまあまあ、でもでも。まあ、あの、一応こう、今まで食べたら目立たせてもらってますね。だね、目立ち会、目立か会やな、それで言うと。立ち向かいみたいに言うな、お前。言うてへんわよ。道作んな、お前。行くなよ、行くなよ、行くなよ、レール作って。行ったー。じゃあ、一歩つくなった。戻ってきて、もう一個レール作って。まあ、違う、違う、ウェイ。あ、オッケー。よしよしよし。よし、オッケー、オッケー。戻ってきた。
2回言えば戻ってきてくれるの。お前、首座れ。そうだった。そうなんだよ。だから目立つ。おお、切り替えやば。おお、切り替えすご。同じツッコミ2回すんだ。切り替えがすごい。かぶったんでしょ？なんか、ねえ、ね、仲悪いか？仲悪いだろ。お前、立ち向かいみたいに言うな、言ってないか。お前。ねえねえ、早く話さない？うん。うん。うん。これ、言ってください。まあ、あ。あ、仲良ない。だ、それで言うと、6話は、あ、どうぞ。あ、だ、喋ってるな。どうぞ。つなさん。あ、それで言うと、喋っときてあげてください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ディスカッション開始。はい。よーい。ドン。喋りづら。ディベート対決。まあ、あ、もう一回改めてください、じゃあ。じゃあ、先方。先行。津田さんから。先方、6話の見どころに対して。どうぞ。ディベートで。りんちゃんと対決してください。え、すごいズーム。すごい、なんか TikTok 見てるみたい。何？一眼レフで撮ってるの？え、TikTok だ。望遠レンズ？ TikTok じゃん、これなんか。あるよね、こういうの。確かに。あ、TikTok の。八村さんに似てますね、とかよくありそう、これで。ああ、確かに。あ、表情管理いいね。似てるね、結構似てる。あ、いいね。あ、すげえ癖強い。え。で、綱さんどうですか？どうですか？ああ、6話は、あの、まあ、あ、まあ、いいよ、続けてください。あ、予告、あ、予告見ればわかるけど、結構その情報量がやっぱ多いんだよね。多いですね。やっぱ。僕、ブルームやめたかったとか、もっとブルームのことだけど頭いっぱいにしてくれよってちょっとぶつかったりしててね、ユキヤとエイジがね、はい。と思ったら元メンバーが出てきたり、で、もう、とどめにもう新曲の光ね。これだ、6話俺ね、2週ぐらいしていいんじゃないかっていうぐらい思ってんだよね、情報的には。いや、2週でも足りるかって感じですけどね。もう、そんくらいのレベルなのよ。足りないんじゃないですか、本当に。足りないか。そこまで来ちゃってるってことなんだよね。そう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 。六。六話の六。六話の六。これどういうことかわかるよね、うん。これはもうみんなが見ちゃうってことなの。そう。ね。やりすぎのカメラが六話に近づいてきたってこと。そう。見たくてたまらなくすでいいやんってことなんだよね。そう。逃げ切れるのかってこと。混ざってんだよ。今になっちゃった。ね。あの、シンプルに見てほしいです。お前、ティンプルなんやな。絶対と思った。お前、やめろ、その、もう、ポーズしてるから。でも、確かにそうだな。本当に。いやまあだからね、5話からその、ブルームにフューチャーっていうか、ね、され始めましたよね。そうですね。はい、4話まではどちらかといえば、ダンとアスピオンの関係性がメインだったんですけど、5話からまあ流星宝とかね。うん。で、まあ予告的に多分6話はエイジとユキヤなのかなみたいな。そうですね。まあ、ここからまあ、ブルーミーからしたら、もうさらに、どんどん深掘りされていくので、より面白くなっていくと思います。激アツ展開だね。激アツ展開だ。ねえねえ。これでさ、顔作ってみない？いいじゃん。俺はここで。でもさ、俺が左目になってやる。ことは俺が右目になってやる。待って、俺、多分、待って、そういうことか。え、シュートそこじゃねえよ。そう、人によって違うから。あ、俺とリンタロ今めっちゃいい感じ多分。めっちゃ。俺とリンちゃんがいい感じだよ。え、嘘。え、なんでノアそこなの？リンちゃんの画面で合わせよ。ノア口ね、ちなみに。じゃあ、ケイと会ってて、シュートは、
あ、そこ、それ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 。来た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 。もうちょっとズームしてほしいかも。そうだね。そうそう、そんな感じだな。もっと近づいてるね。右上に。右上に。だからこういう感じになるように。俺の逆をやってほしい。そうそうそう。鼻、鼻。目は映らない。うん。こんぐらいか。もうちょいズームしたいんだよ。なあ。やばい、どっかわかんない。え、何やってんの？ノアってさ、何やってるの？あ、そういうこと。いえいえ。鼻、鼻まで。で、顔近づけないとダメだね。これいいね。お正月のあの、あれみたいだね、あの。めっちゃ笑ってるやん、ノア。なんだっけ？なんて言うんだっけ？怖い。あ、そう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 。あ、それだ。ぷくぷくたい。ぷくぷくたい焼きみたいなってね。なってるよね。グアウチ。どう、りんちゃんどう？どう、どう、どう。これだぞ、多分。あ、来た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 、動くな、動くな。俺が、スクリーンショットをするからさ。ショットって言え。あ、もうちょっとな、あ、違う、シュートが上行ってほしい。めっちゃ寄り目、俺ら。いや、あれよ、ちょっとあれよ。めっちゃ目近いやつになってるよ。あ、ノア動かないで。あ、来た来た来た。あ、かっこいい、かっこいい、この人かっこいい。来たー。いけた？結構来てる。マジ？やばいぜ。ウェイクしちゃったりして。ちょっともうちょっと右行って自分の。あ、違う、そっちじゃない。あ、そうそうそう、そっち。で、俺らもうちょっとちっちゃくなって、ケイト。うん。あ、ごめんね。引いて。マジで引いて。どっちこっちこっち、うん、で、ちょっと中心に寄って。あ、いいんじゃない？はい、来た。来た、結構。来たんじゃないこれ。みんなめちゃくちゃイケメンになって。え？顔の。え、俺たちどうすればイケメンになれんのこれ。笑ってみよう、笑ってみよう。お前、口ずれる。めっちゃいいぜ、ちなみに。多分これ。いけたんじゃない？いけた、いけた。これは。4人の遺伝子が集まりし。ってことだよな。そうそうそう。そうそう。ここに集いし願いが、導き、新たな星となる。やめろ、主人公ぶんな、お前。でかかった、お前。え？お、将棋。領域展開してる。スターダストドラゴン。どっちかい。え？レリストどっちかい。やめろ、雪を乗すんだ。お。ねえ、じゃあどうしますか？じゃあもう、終わりますか？まあ、今日はこの辺なんじゃない？いや、今日はこの辺だと思います。この辺が潮時だと思います。リアルに。なんでさ、この毎回4人なんでしょうかね。いや、だって、後期とかもさ、劉備とか見てるわけだからね、今回に関しては。確かにね。ちょっと、次回、もし誰かコラボできたらメンツ変えてみない？そうですね。次回、それが最年長だから、多分、年長組からこう、徐々に変えていくみたいな。あ、やばいな。それで言うと、俺明日できたらしたいと思ってたから。俺じゃね、はぶられんの、そう。ん？まあ、だ、泳いで、ね。まあ。まあ。それは、今決めた話じゃない。でも違う、はい、シュートと、これ、今言っちゃいけないって言ったやん。あ、そっか。いないとこで言わないとダメか。いないとこだ、ごめん。あと LINE するね。いない。いないところで、やるしかない。これでも聞こえてるのかな、うん、今の話は聞かなかったことにしよう、ね。聞こえてないと思う、多分。うん。大丈夫。なんか、電波を、なんか、いろいろできるポスト。悪そう。電波悪そう。今、城之内だから聞こえてないよ。あいつには。え？あ、城之内な、今。ツナだろ？ツナには聞こえてない。ツナには聞こえてない。次回、じゃあ城之内シスってことでいいですか？そうだね。殺すなよ、俺のこと。殺すなよ。あ、でも、ちょ、つなくんに会いたいな。ね、ちょ、最後、けいちゃんにバイバイして、うん、終わりたいな。呼んで、つなくんのこと。うん。お、戻ってきた。えぐ。よくその顔でいけるね。あいつ、今いねえから、みたいなやっといてさ。うん。で、よくいけるよね。ごめん、城之内くんいた？さっきまで。それだよ。いた。そうですね。うん。
ごめんごめん、ちょっと、トイレ行きたくて、城之内くんに一回貸してた。なるほどね。なるほど。うん。じゃあちょっと、いろんなメンツでもやってみましょうっていうことですね。そうだね。ちょっとゴロゴロ変わりながら。そうですね。うん、では、夜も更けたことなので。城之内くんと話してるみたいにすんな。なんかさ、これ前よりなんか目がでかくなってない？そうだね。確か。あ、僕のやつか。あ、城之内くん。城之内くんってやめてだから。あ。あ。城之内くん。城之内くん。わんぱくだよ。わんぱく俺だよ。お前だ。君だ。わんぱくくんだ。ワンパックンってやめろ。パックンじゃん。ワンパク質や。タンパク質みたいに言うな、お前。誰がパクチンだ。うん。うん、ってやめろ。ちょっとノア氏、これは終了の流れで大丈夫そうかな。まあまあ、一言ずつじゃあいきますか？あ、そうしましょう。うん。じゃあ、城之内 B から。はい。どうぞ。ね、A で張り合うな。ま、A がいい。A がいいとかじゃなくて。A がいい。譲れ。A がいい。これじゃあ、B 行った方が大人だからね。皆さん、親子です。親子です。今日は見てくれて、ありがとうございました。そして明日ですね、今日かも日付回って、今日は6話放送ですので、うん、ぜひ、皆さん、すごくね、素敵な回になってますし、また今回もすごい盛りだくさんなので、ぜひね、たくさん目で追って、何回も見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうぞ。じゃあ。ね。さっき、つなくん言ったんだよね。つなくんが言ってた通りかな。明日のロッカーは。じゃあ。見てください。じゃあ、A、城之内、C、来るかな？もう少しで。はい、A。ということで。そうですね、いや、本当にでも多分いろんなブルームが見れる。回になってるし、本当盛りだくさんじゃないですか、それで言うと。はい。な？みたいですね。みたいですね。はい。なので、何回も繰り返し見てほしいですし、まあ、あと何よりも明日、新曲もリリースされるということで。光でしたっけ？またこの光がいいんですよ。はい。本当にいい曲なので、ぜひね、たくさん聴いて、また、劇中でも本当にもう素晴らしいことになっているので、見ていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。城之内 D。はい。城之内 D です。クッキングパパやないかい。レブロンつけてるよね。どうぞ。キノコ頭くん。感動会だぞ。あ、親指が。親指がちょっとカメラの方に。伸縮されてます。僕は感動会みたいですね。はい。はい。めっちゃ感動会ですよ。ぜひ、皆さん。よろしくお願いします。発光しすぎてますね。はい。加工
その、体を大きく見せようと加工しすぎちゃってる。あの、小顔になります、体型が。小顔になりました。いや、あの、頭長すぎてますね。なんでそんな大きくなっちゃったんですか？ちょっと、6話はでも、これがね、ネタ回みたいにはなっちゃいますから、このチャンス。そうだね、ちょっと真剣に。そうだね、ちゃんとね、ちゃんと真剣に最後はね。はい。つなぐな。持ってきて。うん。いけるかな？真面目に行こう。つなぐ大丈夫？うん。話そうぜ、ここは。本当にいい回ですよ。うん。ね。はい。めちゃめちゃいい回だぜ。そうね。あの、友達のことを思える回になるかもしれないと思ってます。ああ、確かに。うん。確かにな。そうね。え？あ、びっくりした。びっくりした。何かと思った。なので、あの、いっぱい見てほしいです。はい。お願いします。はい。じゃあ、見てください。地味にさ、折り返しなんだよね、6話って。うん、いや、早いね。始まったら。うん、早いよな。はい。だから大切に、別に、1話1話ね。はい。ね。もう、僕たちもあと少ないですからね、それで言うと。最後まで、見てください。はい。じゃあ、ちょっと、よう、遅くまで、皆さん、平日は、はい、ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。今日も頑張りましょう。みんな頑張りましょう。じゃあ、頑張りましょう。またみんな会おうね。おー、頑張れや。頑張れや。頑張れや。今日会えんじゃねえか。お前。やめろ、お前。やめろ、お前。プロボクサー来てるって。頑張れ、やめろ。おああ。またな。じゃあねまたねじゃあねー。